日本の世界に誇れる新幹線技術は、これは他の追随を許さないほどであり、海外では高い評価を受けており、常に話題になる日本の姿である。特に北陸新幹線が開通した後、北海道新幹線の開通もあったりと、日本列島は高速鉄道網が順次整備され、とても交通の便が良くなってきたのも事実である。無論、北海道新幹線は札幌まで開通したわけでもないのだが、JR 東日本がスタートした時は、東北新幹線は盛岡までだった。それが、東日本大震災の影響でストップするも、その苦難の時期を乗り越え、日本列島が高速鉄道で結ばれる時代が到来したのだ。では、どうぞ。ホームを通過する新幹線にスポットを当てた動画への反応です。いきなり、マグレブの映像から始まっているため、特に、日本の方々からマグレブは違うんじゃ、とツッコミが入ってましたが、整備計画の路線名は中央新幹線なので、まあいいんでしょうかね。それでは、早速、動画とその反応をご覧ください。海外の反応。ニューヨークでも、この高速鉄道を何台か導入してくれよ。アメリカ、22歳。早いだけじゃなく、列車の中が綺麗で清潔なんだよね。それは、企業努力と、日本人の乗客のモラルによって支えられてる。国籍不明。あの電車に手を振ってる女の人、面白いし可愛いね、国籍不明。日本の科学技術の高さは本当エクセレントだよね。オランダ、27歳。日本の科学技術イコール世界最高の品質だから。ルーマニア、21歳。オーマイガー、1時09分に通過した新幹線が早すぎて笑った。ルーマニア。わーお。素晴らしすぎるくらい早い電車だね。あの女の子のリアクションは、まさに、僕のリアクションの写し鏡だよ。アメリカ、50歳。今時気象、めちゃくちゃな速さじゃねえかよ。アメリカ、18歳。この前日本への修学旅行から戻ってきた。何回か新幹線に乗ったんだけど、プラットフォームを通り過ぎていく列車を見て、なんて早いんだって驚くしかなかったよ。みんなビビってたね。オーストラリア。素晴らしい動画を投稿してくれてありがとう。あの女性が、嬉しそうに手をたたいてる姿を見てると、こっちまで嬉しくなる。高速鉄道は、将来の大型輸送システムのキーだろうね。ニュージーランド。せっかく日本に行ったのに乗りそびれてしまった。今度また、日本に行った時は必ず乗ってみるよ。ポーランド、57歳。前日本に行った時に、新幹線が最高速度で通り過ぎていく姿を目撃したよ。とんでもなくうるさくて、とんでもなく速かった。アメリカ。新幹線の速さを見て喜んでる女の人が面白すぎる。国籍不明。0時37分、あの電車、700系ものすごく、でかくてびっくりした。アメリカ、22歳。俺も新幹線に乗って、日本を旅行したよう。もうほんと最高の旅だったね、あれは。アメリカ。日本の電車最高。最上の時間の正確さとともに、信じられないくらいの安全記録も持ってるからね。アメリカ、51歳。日本の電車はほんとありえないくらい見事だ。休みに日本に行った時に新幹線に乗ったんだけど、まるで魔法の絨毯のようだったね。新幹線は技術的に傑出しているだけじゃなくて芸術なんだよ。今年の3月の終わりに日本に英語を教えに行くんだ。また、新幹線に乗るのが待ち、綺麗な家。絶対に失望することなんてないんだから。アメリカ。私も新幹線大好き。これ以上はないってくらいのマシンだと思う。アメリカ。一方、その頃、アメリカでは、鉄道インフラは崩壊しておりました。フィンランド。何言ってんだ。アメリカの鉄道路線は世界最長なんだぞ。それに、貨物列車のサービスだって一番進んでる。カリフォルニアよりも、小さな土地に人口が集中し、高速鉄道シムテムを作るのが可能な日本にはおめでとうと言いたいね。
だけど、こっちはカバーしなくちゃいけない土地が多いんだ。だから、飛行機での旅行の方が適してんだよ。アメリカ。日本は、他の国とは違うレベルにあるようだな。フォークランド諸島。新幹線を含めて、すごい電車があるから日本が大好きなんだ。ドイツ、15歳。実は、日本って地球外にある国なんでしょ。セルビア、16歳。ははは、TGV と AGV が持つ連接電車が新幹線にはないんだぜ。それに加えて、TGV は新幹線よりも早いからね。フランスの技術の真似はよしてくれよ。君たち、日本の友達には難しすぎることだからね。アリアンロケット、ラファール戦闘機、ルクレール戦車、エアバスなど。フランス。日本には素晴らしい技術があるんだぞ。それに、フランスの技術と、やらの真似なんてしないよ。日本の電車は、TGV とは、完全に違った技術を使ってるんだから。ああ、それから、日本は、世界で、初めて高速鉄道を作って、他の国々が、彼らの技術を模倣したんだよ。バカみたいなことを書く前に、それくらい調べてくれよ。日本は、高速鉄道システムの母国なんだから、国籍不明。新幹線は、東京オリンピック以前の1964年10月に開通した。それ以来だか品質の技術とサービスは、国内の乗客だけじゃなく、海外の乗客にも満足感を与えているんだ。新幹線への揺るぎない信頼は、総合的な安全という概念と、極めて高いレベルの快適性によって保たれている。もし、これらの点に、わずかでも妥協があったなら、他に例を見ないほどの安全性は達成することができなかったろうと思う。国籍不明。一番最初の電車は瞬きしてるうちに見逃しちゃうね。弾丸、列車、すべて美しい仲間だよ。イギリスの国立鉄道博物館にゼロ系が飾られてるんだ。日本さん、俺たちに譲ってくれてありがとね。彼女は美しい。イギリス、19歳。どうして、アメリカは、こんなに遅れを取っちゃったんだろうな。18、9年前に、日本に行って、新幹線に乗ったんだけど、その数年後に、アセラ、アメリカの高速鉄道が誕生したんだ。アセラもいいけど、他の国に比べたら、おもちゃみたいなもんだ。アメリカ、36歳。0時47分、駅を、あの速さで通過するのが許されてることに、すごくショックを受けた。あれってかなり危ないと思うんだけど。ドイツ。3秒もあれば、世界の反対側に行けちゃう速度って、ほんまかい。だけど、俺も、あっち側、日本に行きたくなったぜ。ブラジル、18歳。今回の動画では、速度に焦点が当てられていますけど、何人かの方がコメントで言及されていた通り、その安全性や時間の正確さも、新幹線を新幹線たらしめる重大な要素ですよね。新幹線といっても、年末年始で実家へ帰省する際など、誰もが一度は利用したことであるであろう新幹線であるが、いろいろと知っているようで知らないことも多いと言われている。まあ、ビジネスマンでなければ、それほど頻繁に乗る機会もないため、新幹線に詳しいという方は、案外少ないのではないのも事実である。そんなにも話題になる新幹線ですが、一度は家族で利用できるように、少しでも仕事をこなしていきたいと思っている。